県庁アナウンサーの芹澤美里です。かなちゃん TV 木曜日は教えて黒岩さんです。知事よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は SDGs の話題です。8月29日県と国連開発計画 UNDP は SDGs 推進に向けて SOI ステートメントオブインテント、いわゆる連携収支を締結し、相互に協力していくことを表明しました。国連開発計画 UNDP は国連の中核機関として SDGs の策定に大きな役割を果たし、約170の国と地域での活動を通じて世界における SDGs 普及の推進力となっています。いわば国連の SDGs 専門機関です。そんな UNDP と神奈川県が連携のための文書を取り交わした後のことなんですけれども、どのような経緯でこのようになったんですか？これ前もご説明しましたけどね、7月に国連本部からご招待を受けて、はい、SDGs について神奈川県がどんな取り組みをしているかって発表する場をね、いただいたんですよね。はい、あのミッション、パッション、アクションのスピーチですよね。そうですね、わーっとまあ盛り上がったわけですけどね、はい、実はそのスピーチをした翌日にね、もともと予定されていたんですけども、この UNDP のシュタイナー総裁とお目にかかることができたんですね、はい、そしたらもう会った瞬間ですね、昨日のスピーチ随分盛り上がったようですねっていうところから話が始まって、はい、そのこの話がね、どん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 盛り上がったんですよ、うん、まあ、その中で例えば我々が言ってるね、あの未病を改善する取り組みであるとかね、はい、まあ、命輝くって命っていう概念とかね、いろいろ喋ったんですね、まあ、その時にね、命についてね、こういう説明をしました。はい、命輝くっていうのをね、どのように英語に訳せばいいかなって、実はこれずっと長い間ね、懸案だったんですよ。というのは前はね、 Life is sparkling って訳したんですね。でこれはまあ英語の専門家にも見せてこれがいいって言ってたんだけども、なんか違うなって、 Life と命が同じかなと、輝くはスパークリングかなと、そしたらある人が Life is sparkling ってパーンと花火みたいにキラキラキラっと、そんな輝くってイメージじゃないですかねって言われて、あれ命輝くって僕が言ってるのはそんなイメージじゃないなって言って、これなかなか英語に訳せないぞと思って、ならば命で行こうと。命で輝くはバイブラント、バイブラント命って言ったんですね。でじゃあバイブラント命ってどういうイメージなのかって、まあ普通命っていうのは普通に訳すとライフですと言いながらね、バイブラント命とはこういうイメージですよって、この英語のですね、ウェルビーイング、ウェルビーイングってなんかこう、なんか調子がいいなっていう、具合がいいなって感じですね。ポジティブスピリット、前向きな気持ちですね。パーパス・イン・ライフ、やりがいとか生きがい。グッド・コミュニティ・アンド・エンバイロメント、いい環境とか、コミュニティですね。フル・オブ・ラフター、笑いにあふれてますよ。ヘルティ・ロンジビティ、健康で長生きしてますよ。みたいな、こんなわーってイメージがあって、ダイバーシティ、多様性の上に成り立ってて、後ろから光がファーッと差してるような、こんなイメージが、我々言ってる命輝くなんですよ。って、こういう話をしたらですね。まあシュタイナー総裁とえらい盛り上がってですね、それならば神奈川県と UNDP でなんかこう連携していこうじゃないかという話がね、はい、その場で一気に盛り上がったということなんですね。そういうきっかけだったんですね。はい、はい、こちらがその連携収支書 SOI の実物なんですけれども、はい、ここに書かれていることで特徴的なことは何なんでしょうか？この SDGs を推進していくためにね、いろんな分野で連携していきましょうということなんだけども、この中にですね、今言ったこのね、Vibrant 命って言葉が入ってるんです。はい、あ、すごいですね、ね、ここに未病って言葉が、ね、も入ってるんですよ。はい、この言葉をですね、もう UNDP がいきなりこの、協定の文書の中に入れてくれるというのはね、私はびっくりしたんですけどね、まあ、これでいいということになった。だから今まで未病って国際展開してましたけど、これからは命っていうのを国際展開してきますから、はい、そしたら言われましたよ、だってもったいない、だってもうすっかり国際用語ですよって言われましたね。はい、未病やバイブラント命という神奈川県の取り組みが国際展開に向けてまた一歩前進したということですね。そうですね、まあ、こうやってね、はい、UNDP としっかり結びついたということでですね、我々はこういったその SDGs の取り組み、国際的にもね、ある種の責任を負っているということですからね、はい、国内外にしっかりと発信できるように頑張っていきたいと思います。はい、知事ありがとうございました。はい。